僕は真中健吾。火星で平和に暮らしていたんだけど、突然怪獣が現れて大混乱。そんな時、僕は火星の地下深くの遺跡で巨大な石像と出会ったんだ。超古代の光と一つになった時、運命が激しく動き出す。新番組ウルトラマントリガー、光をつなぐもの、スマイルスマイル。